はい、どうも AK です。皆様お久しぶりでございます。 AK です。しばらく動画は出しておりませんでしたが、一応元気にはしております。まあ体調は結構崩したりとかいろいろしておりましたが、なんとか生きております。はい、というわけでまずは年末のカウントダウンライブを終えてからですね、そこから年明けてからはずっとちょっと動画は出しておりませんでしたが、約3週間4週間ぶりぐらいの動画ですね。お久しぶりです。はい、まずそうですね、年末のライブの時ね、なんか集まろうみたいなことを言ってましたけど、すいません、グダグダになってしまいました。もう本当に申し訳ございません。いろいろとグダグダになって本当に僕の企画不足でした。本当に申し訳ございませんでした。ご迷惑をおかけした方、本当に申し訳ございませんでした。はい、というわけでまずはそこが言いたかったのと、あとはちょっとまだ今現状も声の調子が悪いんですが、ちょっとこれ別に体調不良とかでは一応ないかな。年末年始というか年末ですね、最後の方の動画でもう多分ちょこちょこ言ってたと思うんですけど、体調崩しておりました。めちゃめちゃ風邪ひきました。で、その体調が悪い状態で、まあある程度は改善したんですが、年末31日ライブを終えて、で体力全開で使い果たした後に、そのまま、寒空の下永遠と歩き続けるという拷問を自分に行い、見事に風邪が悪化しました。はい、ライブを終えて、とりあえず、一晩動いてるだろうと思って大阪環状線に乗ろうと思ったんですよ。で大阪環状線に乗りました。で腹減ったなと思って途中、何駅か行ったところで降りたんですよ。でその近くに中尾があったんで、中尾でとりあえずうどん食おうと思って、温まるし、でその時めちゃめちゃ年末金なかったんでびっくりするぐらいなんで、もう本当に節約してなんとか温まれる方法ねえかなと思って、中尾に行ってうどん食って、でちょっとゆっくりして、でトイレ行ったらうどん片付けられてて、うわもうと思って、もうしばらく言おうと思ったけど、もう勝手に片付けられたんで仕方ないんでもう帰って、でまたその最寄り駅に行ったんですけど、電車止まってたんですよ。もう2時か3時ぐらいだったかなの時点でもう止まってて、2時間ぐらい電車が動かない時間があって、これどうしようと思って、でその駅から大阪駅まで、のんびりドラクエウォークをしながら歩いたんですよ、寒空の下。まあおかげさまでドラクエウォークはいろいろと進んで成長したり心を手に入れたりとかできたんですが、見事に体調は悪化しました、当然のことながら。でそしてそのまま一睡もせず電車に乗って家に着いて、昼ぐらいかな、昼ぐらいに家に着いて、そこでようやく寝ました。まあそりゃ風邪ひいてしんどい状況でそんなんやったら悪化するわなっていう状態で、1日は休みだったんですけど、そこからほぼずっと仕事があって、まあ休みもちょこちょこっとはあったんですけど、8日ぐらいまでだったかな、1月のまでずっと体調が悪い状態で仕事をしてっていう状態が続いて、でまあその期間はもう動画を出す余裕は、まあ、単純になくて、でそこから1週間ぐらい休みがあったんですけど、まあその期間中も体調を治したりとかいろいろやりたいことがあったりしてごそごそしていて動画を出せず、そして2週間ぐらい前からかな、またちょっと別の仕事を始めて、のんびり仕事をしているんですが、まあそんなに時間に余裕がない状態だったんで、まあ別に特に今ルナシーの動きもないし、まあ動画は別にいいかなと思ってのんびりして、そして今に至るというような感じでございます。
なので別にこの期間中何かあったとか別に出せない理由があったとかではないので、そこはご安心ください。ただちょっと年末いろいろなの皆様にご迷惑をおかけした部分があったかとは思うので、ちょっとそこで後ろめたい部分は正直ありました。いろいろとすいませんでした。はい、というわけで皆様もご覧になりましたでしょうか。ルナシーのツイッター、オフィシャルツイッターで出てますね。なんて出てたっけザ・ストーリー・コンティニューズだっけ。マザー・オブ・ラブ・マザー・オブ・ヘイト・アン・エンディング・スタイル・ザ・ストーリー・コンティニューズと、まあいろいろ言っている部分とかもあったり、前情報も多少あったりとかしてるんで、まあどんなことがあるかなっていうのをっていう動画はもっとこれの前に本当は出したかったんですよね。この情報が出てくる前にだったんですけど、まあこんな状況があったので、ずっと出せずにちょっとギリギリになっちゃいましたけど、その話をしたいなと思っております。というわけで、まず皆様どんな活動というかどんなことがこの後起こると思いますか。まあ、ちょっとさっきの言った動画で、若干、まあ、ヒントというか、まあ、は出てきてしまいましたが、一旦そのヒントは考えずに、その前段階での僕のちょっと予想というか妄想になるかとは思うんですけど、その話をしようかなと思います。まあ出てしまったんで、まあ、マザーオブラブとアンエンディングスタイルの、まあ、ツアーに関することを、まあ、トゥーライズ的なアクト2的な感じでやるとは思うんですが、だけど僕の妄想の話をすると、まあ、まずね、もう公表されている通り、ルナシー史上最大規模の、ツアーを行うと発表があったので、まあ、まずそこですよね。最大規模、どういう意味での最大規模なんだろうなと。まあ、まず一番大きいライブ会場でやったっていう話で言うと、まあ、皆様ご存知の通りキャパシティ無限大、東京ビッグサイトの臨時駐車場を使って10万人ライブですね。伝説の10万人ライブ、あれが、過去のルナシーの1公演での最大規模のライブ。そして今までの最大規模のツアーで言うと、まあ多分シャイニングブライトリーが一番だろうなと。時期的に一番単純に売れてる時期だし、アリーナと東京ドームを使ったツアーもやってるんで、多分、客数で言うとシャイニングブライトリーが一番でかいと思うんですよね。で、その上でそれを超えた最大規模をやるっていうことだよね。で、まあ、やっぱり最大規模、まあ、他にも何か大きさに関係する部分で言うと、リブート後にはワールドツアーやってますよね。ってなったら、まずはワールドツアーっていうのはほぼ確定なんだろうなと僕の中では思っております。まあ、リブート後にやった、リブートのワールドツアーがまず1回と、ジ・エンド・オブ・ザ・ドリームの時にも海外公演をやっているのと、でもそれ以降はまともに海外でのライブをやってないんじゃないかな。単発はなんかであったかもしれないけど、サマソニー、中国のサマソニーみたいなのなんか出たりとか、なんかそういうのはあったと思うんですけど、まあ、それ以降は大きいのやってないんですよ。っていうことはやっぱり海外でのルナシーのライブを求める声っていうのも、まあ、さすがにそろそろ大きくなっているだろうと。で、その上でマザーオブラブ、マザーオブヘイト、アンエンディングスタイルを日本国内で行っている、それを見たいという海外勢ももちろんいるでしょう。となった時に、まずはやっぱり海外公演、ワールドツアーは間違いないのかなというのがまず1点で、やっぱり最大規模っていうんであれば、まあ、キャパシティ無限大の10万人はさすがにね、もう今やっぱり現実的ではないので、まあ、そこはないとしても、
東京ドームは入ってくるんじゃないかなと思うんですよ。まあやっぱりね、スレイブとしては東京ドームルナシーのライブってやっぱ聖地みたいなイメージありません？まあ今はちょっと僕の中ではだいぶ変わってきてしまったんですけど、いろいろあって、の昔は2013年4年5年ぐらいかな、2000年ぐらいから2015年までの間ぐらいは僕の中で東京ドームってルナシーの聖地だったんですよ。ルナシーのライブ以外では絶対に足を踏み入れないし、それ以外のライブには行かないってもう心に決めて断固として拒否してたんですよ。ちょっと話はずれますけど、2008年じゃない、2009年か、2009年に東京ドームで XJAPAN のライブがあったんですよね。2009年の5月2日5月3日とかそんなもんだったかな、無敵な夜18回目の夜みたいなのが確かあったと思うんですけど、その時僕東京に住んでて、しかもその時の仕事場が水道橋だったんですよ。あ、違う、飯田橋だったんですね。なんで仕事場から一駅で東京ドーム行けたんですよ。だけど、で多分その時チケット手に入れようと思えば手に入れられる状況だったとは思うんですけど、だけど行かなかったんですよ。理由はもちろん東京ドームはルナシーの聖地だから、それだけです。で、まあ、X のライブに行かなかったりとか、まあ、他のライブとかにも行かなかったり、でもちろん X の復活のライブにも行ってないし、東京ドームがルナシーの聖地だからそれだけの理由です。で行かなかったりとか、まあその他もろもろ行かなかったりしていたんですが、これがね正確に覚えてないんですけど、2014年か15年ぐらいの時にたまたま仕事で東京ドーム行っちゃったんですよ。でその時の仕事が、あの稼働家だったっけな、狩矢崎翔吾だったかな、かなんかの菊店みたいな、なんかそういうのを東京ドームでやってたんですよ。でそれの設営というか、なんかそんな感じの仕事に入っちゃって東京ドーム行っちゃったんですよ。でそこで僕の中でのルナシーの聖地東京ドームというのが崩れてしまって、それ以降はあんまり気にしてない、まあ気にしなくなっちゃったんですよね。はい。まあ、それ以降はまあ聖地ではなくなってしまったので、イエモンのライブに行ったり、あ、でもそれぐらいかとかして、まあちょこちょこ東京ドームは行くようになってしまったのでございます。なので僕にとっての聖地感はだいぶ薄れてしまってはいますが、まあでもやっぱりね、スレイブの皆様にとって東京ドームは野球をする場所でもなく、他のアーティストのライブを見る場所でもなく、もちろんルナシーのライブを見るための場所だと思うので、やっぱり最大規模のライブ、最大規模のツアーをやるんであれば東京ドームは外せないのかなと思うので、僕の現状のまず第一段階の予想としては、東京ドームを含めたワールドツアーをやるんじゃないかと、2010年のリブートぶりにやるんではないかなと思っております。まあ、コロナも明け、そして、来年で35周年、まあ時期的にはいいでしょう、まあタイミングとしていいでしょう。そして昨年2023年にはマザーオブラブ、マザーオブヘイト、そしてアイエンディングスタイルを引っ提げたデュアルアリーナツアーを行い、各地でアリーナでのライブを行って、今ルナシーの熱が再燃している方も多いでしょう。そんな中でのルナシー史上最大規模のツアーを行うってなったら、やっぱりワールドツアーでしょうね。ワールドツアー、そして日本でね、東京ドームを含めたところなのかなと思います。はい。そしてですね、2つ目の予想、これはもう多分違うと思います。あのトレーラーが出てきたんで、もう単純にマザーオブラブ、アイエンディングスタイル、
の部分の話になるとは思うんですが、それをちょっと取っ払って、それを見ていない状態だったとして、僕の予想なんですけど、でそれだけでかい規模のものをやるとなった時に、やっぱり単純にね、マザーオブラブ、アンエンディングスタイル、まあ、マザースタイルだけでももちろん集客はあるとは思うし、ある程度のインパクトはあると思うんですよ。だけどやっぱりそれだけではまだちょっと物足りないなと僕の中では思う部分があって、だったら最大規模を歌うぐらいだったらこれぐらいやってもいいんじゃないかというのがありまして、マザーオブラブアンエンディングスタイルだけではなく、アンダーザニュームーン、イメージをありあれ、サーチフォーザん?サーチフォーマイエデン、でマザーオブラブアンエンディングスタイル、そしてシャイニングブライトリーブランニューカオス、アウィル、そしてラブ、あとはクロス、全アルバムのツアーを再現するではないかと。で現実的な話をすると、まあ、もちろん全部が全部同じ場所でやるとかもちろん不可能なので、各会場ごとにそのテーマのアルバムを割り振って、例えば北海道ではアンエンディングスタイル、東北のどっか、まあ、宮城とかでは、マザーオブラブ、そして今度はまあ例えば石川県でやる、そこでは、サーチフォーマイエデンというような感じで、各会場でそのアルバムの、まあ、ツアーを再現というか、そのライブを再現した公演を行っていくってなったら、皆さん一箇所じゃ終わんないですよね。二箇所三箇所どころか全部のアルバム回りたくなるじゃないですか、もちろん。ってなったらもちろん集客集まるだろうし、まあもちろんルナシーのメンバーとしてはやる曲数が必然的に多くなるので相当しんどいとは思うんですけど、まあ最大規模を歌ってそれを実行しようと思ってるぐらいだったら、やっぱりそれぐらいやらないといけないんじゃないかなと、というかやってほしいなと思うので、そんな公演あったら行きたくないですか？行きたいよね、っていうことなんですよ。はい、ということで第2の予想としては、各会場ごとに、今までの全アルバムのツアータイトルをつけた、再現ライブをやるんではないかというのが2つ目の予想です。はい、でもうこれは多分ないとは思うんですけど、まあでもこれはいいか。これはいいや。大丈夫です。はい。という感じでね、まあ2つ予想を立てております。ワールドツアー、東京ドーム、そして各アルバムごとの各公演を行っていくんではないかなと。ただ、2つ目の予想に関しては先ほどもちょっと言ったんですが、発表されているトレーラーを見る限り、マザーオブラブアンエンディングスタイルザストーリーコンティニューっていうことだったんで、まあないのかなと。なのでそれを踏まえて考えると、でもやっぱり史上最大規模っていうのをこう考慮すると、47都道府県やるんじゃない ?47 都道府県。ありえるよね。そしたら、間違いなく、最大規模だ。まあ、ワールドツアーもしやらないにしても47都道府県やるってなったら、もうその時点で最大規模だよね。まあ、会場は各会場もちろん小さくしていくとは思うけど、まあ、ライブハウスレベルのところもあれば、ホール、まあ、2000、3000のところもあれば、東京とかの一部のでかいというか、まあ大都市部だとちょっと大きめの会場にしたりとか。で、ファイナルが東京ドーム。そして、マザーオブラブ、マザーオブヘイト、アンエンディングスタイルのミックスを
した公演を東京ドームで、まあ 2days はさすがに難しいと思うんで 1day で、それが2025年の5月29、ありえるんじゃない、これは2024年の5月、じゃあ2025年か、2025年の5月29って何曜日だろう、ちょっと調べます。木曜日のクソ土平日だったわ。ってことはまあ2日後の5月31日にずらすかな。うん、まあ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 、そんな感じかな。うん、というのが僕の妄想予想と本命予想です。ワールドツアー東京ドーム、各都道府県で、各アルバムごとの公演を行っていく。で、現実的な部分で言うと、まあ、東京ドームがツアーファイナルで47都道府県のマザーオブラブ、アイエンディングスタイルのトゥーライズ的なものをやるんじゃないかなという予想をしていきたいと思います。というわけで、明日26日の18時、6時に発表されるのを皆様、楽しみに待ちましょう。はい、というわけで今日はここまで。バイバイ。